フルトリノビッチ。ここは宇宙開発資源が採掘されていた鉱山ですね。作業用レプリロイドに加え、採掘用の大型メカニロイドのイレギュラー化が考えられます。
俺たちがここで掘っている鉱物が宇宙開発に欠かせないってことは知ってるやん。知ってるよ。シグマに言われて掘ってるってこともね。出来損ないのプロトタイプのあんたじゃ、あのお方の考えはわからないかな。出来損ないはそっちだろ。シグマみたいな悪いやつに騙されちゃって。俺たち新世代型の世界学、あんたは古い世界と一緒に織田仏だね。ダメージを受けずにミッションをクリアするとは、お前たちには脱帽させられる。シグマ、やはり奴なのか。ババが現れた時からそんな感じはしていたんだけど。ええ、いずれにしても軌道エレベーターを狙って管理官ルミネを連れ去ったり、大掛かりな陰謀があるのは間違いないわね。引き続き調べてみるわ。ああ、ところで軌道エレベーターの事故の時、新世代型レプリロイドがシグマボディをコピーするところを見たんだ。これはイレギュラー化と何か関係が？ボディをコピーしたからといって危険なわけではないと思うの。シグマボディそのものは、戦ったことのある X が知っている通り、頑丈で優れた設計のボディだわ。そうか。残りのイレギュラーも倒してデータを集めるしかないか。